てんの？ここに来て。何悠長に。ねえ、見て。ここは姿をとどめようとする世界。早くしないと戻ってしまうの。逆戻り。虚無の混沌に。あ、ねえ、あなただけは私を信じてくれるよね。ずっと待ってた。来てくれるの。やばいぜこの女。でも男はまんざらじゃなくなっちゃうよ。岸田ユリにしか見えないものが存在します。岸田ユリはいろいろなところに連れて行ってみましょう。絵を合わせるだけでは先に進めない場合があります。歌をよく聞いてみましょう。一つの歌には三つの情報が隠されています。へー、この歌がお母さんの元まで連れて行ってくれる。自分のところに連れてけ。いっかいっ、細かくいかねえな。歌って。はい、歌え。コーヒーカップの歌。コーヒーカップを…わあ、ウエストポーチだ、懐かしい。あそこいいんじゃない。武器ないしな。ないよね、今持ってたわ。あ、ちょっとこ、あったな。あれ、あったね。弾数が限られている銃なんてありえるのか。やべ、いるわ。もう俺弾ないから誰か遊べないわ。何、得て何、どうすりゃいいんだ。わあ、あの少ない銃で拾って戦うんだった。もうミスしたから無理。ミスじゃないから無理。弾落ちない、弾。フラットラインの弾落ちない。殴れや。いや、女がやられる。やめろ、俺を見ろ。おら、叫んでないよ、完全に。ああ、いいよ、そっち。はあ、お願い、私の歌の通りにして。最初の弾をうまく使わんけな。あれ、さっき襲った人じゃない。あんたの西洋って言ってきた人じゃね。わあ、死人になってらっしゃる。
まんねえわ。銃持ってんだろ。やっぱ武器の切り替えとかに時間かかる。そんな簡単に動いてくるかな。大根切り包丁よ、こっちは。絵が何だって、歌が何だって、歌えよ早く。何すればいいの？わかんないよ俺。壊しますか。あ、違う、ナイフとナイフ持ってる。あ、俺さっき銃拾わんかったか。壊さないよ、これで。壊すのはいいけど、俺ごと押すのはやめてほしい。どこに行きゃいいんだい。 DVD だ、エロ DVD だよ。ちょ、引っかかってるから。その場でずっと足踏みしてるから。どこに行けばいいんだか全然わかんない。そしたらさっきの10万やっぱ壊すんじゃねえ。あの下のやつだか。なんだ意味わかんねえし。何それ？は？どういうこと？
神戸の飾り？え？全然わからん。どういう意味？はぁ？いや、さっきの場所はさっきの場所だな。なんか必要か。あ、やべ。じゃあいつ先にやりに行くわ。邪魔だよお前。それでも俺は近づく。こいつらが持つことによって弾が復活するんだ。全然意味わからん。なんかある。あ、いるんかい。おっけろお前。動きが今ちょっといいんだよ。電話かけて。何もないかも。すげえ時間かかるかもこれ。わかんない。スコップちょうだい。行くわ。マジでわからん。ギブアップとしたらどうなる。私があなたを導くから、よく聞いていてね。視界ジャックってこと？固定できない。これだろ。え？固定できない。なんで？なんで？え？固定して。これ固定できないけど。見分からない。これじゃん。え、でもマークは全然わかんないです。なんかヒントを探せってこと？歌って。何がなんつったっけ。
アーカイブに役立つ情報？アーカイブに役立つ情報なんてあるのか。これじゃね。白い足、匂い姫が目覚めた魚の尻尾脇、白い足が入っていましたね。匂い姫の愛らしい顔を見つめながら王子はこうつぶやきました。なんて美しい娘だ。王子は一目で匂い姫が好きになりました。関係ないな。そうだな。これも違いそう。これか。血の作りや式典を送り出し、人心を惑わす。人の目をつじて、示す違う。頭の飾りを打ち振り、あ、これじゃん。ホムラ見合って踊りやせん。前みこと耳の飾りの鈴鳴らし、風の音尋ねて踊りやせん。前みこ青の飾りを打ち鳴らし、水面を覗いて踊りやせん。胸の飾り、頭を丸めて踊りやせん。全然見てもわからん。胸を背にして踊りやんせん。鳥を待ちわび、あれ、さっき鳥の音かなかったよ。頭の飾りはさっきなんかキングマークみたいなのかったよ。とホムラを合わせりゃいいんじゃない。どれがホームランか全然わかんない。いや、これがホームランっぽいですけど。意味わかんない。絶対これはホームランなんだよな。こうじゃねえ。このやつはなんかしょ、ちょっともう一回分岐見せて。どこあったっけ。関係ねえだろうな。耳の飾りの鈴鳴らし、風のね、耳と風のね、胸の飾り、頭を真似て回りやすい。鳥があった。錦の帯、あ、腰布振りほどき、土、どれが土よ、さっきのマークの。
あー全然わかんねえし。耳の飾りと頭の飾り全然わかんねえし、頭の飾りじゃねえ。じゃあこれは何の飾りなんだ。胸の飾りですか。これおっぱいじゃないの。おっぱいじゃないの。これが耳の飾りか。これ鳥じゃねえの。これ何の飾りなんだ。おっぱいなんだから。あーで何が何だよ。もう忘れた。ちょっとさあ、ヒント教えてください。あ、それか。もうわかんねえんだ。はあ、絶対こんなんカットだわ。解釈。これ？何ですか？これ何してるんですか？そこに立ち止まるとったらなんかあるんじゃないの。あるわ。枝がわかんねえ。だってこれあ、でも風のマークあるよ。こうじゃないの。じゃあさっきのやつ適当に生ままだから合わせなきゃじゃん。こうわからん。正解ですか？これでどうなる？これ何？これなんだ？意識の。これじゃねえの。これだ。で、他のとこは？ここじゃなかった。じゃなくて、そのなんかあるじゃないですか。いつまでも変なとこ見てないで。見てるぞ。なんでやってきません。ちょっと。こう会うの会
の会うの。これ違う、これか、ここじゃない、こんなにぴったしなのに、君たち以外いないよっていうぐらい相性ぴったしなのに使ってしまう。これ、これだ。でもそれ以外の生き方はわからない。こっちに行く方法が、なんて、あるんかいそこに、うん、いやーもう黄色出てないところはわからない。どいてー、さあ合うやつ、なんかドーナツみたいなの、あドーナツこれじゃね、やった、自分で見つけに行ってくれ、頼むから。これないの、こうウサちゃんとかない、歌い出したぞ、あるんじゃねえか、あっねえやんけ、歌い出したらあれば、やっとわかった、やっとわかった、これは何ですか、何もないです、何もないやつみたいですか、そう、なんか一個だけある、これやん、え、これじゃないの、何かしらがある、嘘、絶対これだと思うでしょ、何が正解だった、あ、これだ、あ、あれ、あとありそうなとこ何、観覧車のとこはないなんてことが許されるのか、絶対こう一マップぐらいある気がするんだが、でも歌わないんだもんね、じゃあないわ、ないわ、ないってないわ、これだとして、ここはもう終わってるからいいとして、あれ終わってなかったわ、
え、これあったっけ。そもそもあったっけ。最後は観覧車に向かって。はあ、うそ、やってなかった。観覧車、はい、わかりました。すごい近かった。もう何時間かかった、これ。1時間半ぐらいかかったよ。何社が最高の場所か。そっちね。一回見た時に出てきてくんないかな。これじゃない。じゃあこの飾りはなんだ。ちょっとあいつからやるか。もう近づきすぎると先にやられるんだよな。かといって遠すぎると、うん、当たんねえんだよな。なんでや。サイレンツシステム的に長いな。難しいじゃない。これか。無地はもうランダムなんだが、あー分かんねえぞ。終わったんですが、歌い終わるの聞くの待ちですか。目を開けて。しんどい。見て。わあ。メイフだ。ついに。なんで地下にこんなところが。まさか。え？うわあ、木？いや、ちょっと YouTube 的にはバンされるんで。本当の私の姿勘弁してくださいと思いきや、気象いいんだよね。
びっくりするよね。こんな顔にもなるわ。うわわわ、とんでもない展開になってきた。はい、今回はこの辺ですかね。ご視聴いただきましてありがとうございました。もうすいません、本当にぐだって申し訳ない。よこねでした。